여러분, 보고 싶어요. 48 チームエイト 今夜は帰らない。 こんばんは。 東軍の軍師を務めますみんなのハートを取っちゃう。東京出身のゆいこと小栗ゆいです。これキャッチフレーズやるの？やってほしい。めっちゃ久しぶり。そうやってほしい。そう待って、ツアーとかでさ神奈川公演の時にひーちゃんにやってほしいことみたいなMCがあったんじゃん。あったんですけども、 その時にゆいひーちゃんにキャッチフレーズやってほしくて、あのね、めっちゃやってた？今までやってない。2年半ぶりにやります。ね、わあ、これはじゃあやりますね。はい、こんばんは、栃木といえばニコニコ笑顔のひーちゃんこと本田ひとみです。よろしくお願いします。変わらない声で久しぶり。恥ずかしい。可愛い。 久しぶりだよね。恥ずかしい。やっぱ恥ずかしい。なんかそうだよね。なんかね、わかるね。あとなんかさっき西軍のみんなが収録してる時聞いてたんですけど、山田京香ちゃんがあんなに喋る子だったって知らなかったから、すごいびっくりした。そう言ってたよね。久しぶりにねこう帰ってきて、やっぱみんなね変わってなんかね、うん、 もっとみんなと話したいなって思う。確かにね。そうだね。だんだん話せるようになってきたから、そうだよね。ということでですね、オープニングはというかこれから今日はですね、なんかねやっぱねひーちゃんとね久しぶりだからね、ちょっと緊張する。本当に？半分先週分撮ったじゃん。そう、先週分撮ったんだけど、だからちょっとおかしい時があるかもしれませんが、はい、お許しを。それではですね、私たちが所属するチームメイトは47都道府県から1人ずつ選ばれた代表メンバーで構成されたチームです。そしてこの番組ではその47人が東日本のメンバーを中心にした東軍、西日本のメンバーを中心にした西軍に分かれ週替わりで対決しつつ番組をお届けしていきます。 今週は東軍の登場です。そしてこの後はですね、リモートメンバーでもう一人登場しますので、皆さんお楽しみに。それでは今夜も最後までお付き合いください。まずは本日のオープニングナンバーです。この曲は私が初めてシングルでセンターを務めさせていただいて、約3年前ぐらいで、そのシングルが発売されてから約3年ぐらい経つんですけども、 本当にありがたくて、とっても思い入れのある曲になっています。ぜひ聴いてください。 AKB48 で Teacher Teacher。 お届けしたのは AKB48 で Teacher Teacher でした。 AKB48 チームメイト、 今夜は帰らない。 今夜は東軍がお届けします。 それではリモートメンバーのこの方をお呼びしましょう。もしもし。はい。誰だ。皆さん、特に我らが北陸放送でお聞きの皆さん、こんばんは。光ること平野光です。わー、光。特に我らが北陸放送で。そっか、石川県だもんね。ね、そうです。そっか。ひーちゃんお話しました？もちろん。お、光くんはレッスン中になんかちょこちょこって、なんかひーが座ってた時に隣でなんか座ってくれて、なんか可愛く話しかけてくれて嬉しかったです。そうなんだ、話してたんだね。そう。ひかるん、じゃあひーちゃんが向こうに活動しに行った時、 もう話したことあった？全然、全然あるよね。はい、普通に仲良しだった。そう、あんま印象なかった。2人話してる。そうなんだ。じゃあね、今日はということで合戦があるので、ちょっと一緒に協力していただけたらなと思います。はい。それではここからは一緒に合戦のお時間です。いざ合戦。
この番組ではチームエイトが東軍と西軍に分かれて各州で登場していますが、それぞれが同じ企画に挑戦して対決しています。その日の企画をクリアするごとにポイントが加算され、半年後に獲得ポイントが多い方の軍が勝利となります。ちなみに現在は東軍 4.3 ポイント西軍5ポイントになります。 0.3 ポイントは何なんだこれ。いやそうなのこれみんな突っ込むんだけど、うん、なんかね気持ちもうスタッフさんの、うんうんうん、まあいいでしょうみたいな、あーなるほどね、あのそのね、うん、気持ちが 0.3 ポイント、そうなのということでですね、うん、今負けてるので、ね、ちょっと頑張ろう、お願いします、一緒に、はい、頑張ります、ありがとう、はい、そしてですね今夜の企画はあの子の推しポイントはここ選手権、おー、なんだろうそれ、そう推しポイント、これはですね、うんうん、チームメイトのメンバーの名前が書かれた紙をボックスから1枚引いて、うん、そのメンバーの魅力を制限時間10秒以内に言っていただきます。5個言えたら1ポイントゲットで、うん、6個目からは1ポイントずつ加算されます。あ、なるほど、10秒以内に5個ですか。ねえ、じゃあ2秒単位で言っていかないといけないってこと。怖い、うわこれ難しいね、10秒以内っていうのが、ね、そうだよね、うわうわちょっと頑張りましょう、うん、頭をフル回転させて、はい、ただしあ、可愛いや、うん、優しいなどみんなに当てはまるようなものは NG になります。そう、でも何々なところが可愛いとかは OK、うん、あ具体的だったよ ね、でもとっさにね考えられるかな。そう、喋ってる尺もあるし。じゃあ誰から行きましょうか。自信 ある人いたりします。自信ある人いやないよね、ちょっとないな。じゃあひーちゃんはじゃあ探るという意味で、ね、はい、私はじゃあ最後の方にお願いしたいです。私行ってみますね。じゃあゆいちゃんから。じゃあボックスから。ヒカルン得意そうだけどな。え、全然、もう急に名前出されたらちょっと、ね、あたふたいけど。行きます。はい。吉川七瀬ちゃん。いけるんじゃない。大好きなメンバーです、これも。じゃあチャレンジスタート。食べてるところが可愛い。うん、明るい、うん。髪の毛の色が可愛い。うん、鼻が高い。目がクリクリしてて可愛い。顎がシャープ、服がオシャレ。終わりだって。今何個目？え、一応6個ぐらい言ってたけど、でもなんか明るいとかって誰にでも回答するな。ねえ、待って待って待って。あ、そのチームじゃん、これダメじゃん。いいじゃん。ごめん、ごめん。毒舌ちゃんが。そう。どうでした？お、5個？ 5 個だって。あ、じゃあ1ポイントですね。やったやった。でもポイント入ったからよかった。よかった、ね、ちょっとひーちゃん危ないよ。ごめんごめん。立場を忘れてましたね。そうそうそう、自分の。お願いしますね、はい、じゃあ次誰にします。ひかるん。はい、じゃあひーちゃんどっち行きたいです。あ、じゃあひかるん。じゃあひかるん、じゃあ私ひかるんの分引きます。じゃあ私がチャレンジスタートって言ったらひかるんに言い出してね、うん、はい。仰天ゆりなちゃん、それではチャレンジスタート。天然なところが可愛い、身長が高くて羨ましい、うんうん、笑った顔が可愛い、うん、いいよ、ハーフツインが似合う。うわ、意外と難しいね。やっぱ具体的に上げていくってなると。うん、あとね、やっぱ丁寧だね。そうだね。一つ一つがちゃんとしてた。そうね。顎がシャープ。いや、いいんだよ。顎がシャープだから。着眼点が面白いで、唯一。そう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 。じゃあもう最後は私が頑張りますよ。引きますね。うん。ちょっとね、ひーちゃんスタートっていうのをちょっと1分ぐらい、あ、1秒1分はない、5秒ぐらい考える時間を与えますね。お、オッケー。あ、いい、うん、じゃあ行きます。ひーちゃんの、あ、あ、ひーちゃんでした。浜さよなが出ました。浜ちゃん行きますよ、うん、ひーちゃんスタートです。背が低いところが可愛い、うん、ダンスが上手、うん、あとはギャグ線が高い、うん、あとは大人っぽくなった、うん、眉毛がキリッとしてる。お、いけたんじゃない。5個、あ、やったー、ギリギリ5個。すごいすごいすごい。おー、ということで、はい、ってことは2ポイント獲得です。わー、いやでもね、ヒカルも、うん、すごい上手だったよね、褒めるの、ね、うん、ちゃんと褒めるの上手。あと1個言いたかった、うん、お、何かある、言っておきたい
もうポイントに入らないけど。確かに。でも、足が長くて羨ましいです。それはそう。確かに。はい、うん。綺麗ね、あとは、ヒーだったら、エクボが可愛いって言ってたかな、行程は。確かに、エクボ。最近マスクで見えないけど。確かに。あとは、目のところのほくろとか。可愛いよね。考えたらいっぱいあるね、やっぱ。ね、ただ、10秒っていうのがやっぱりハードル高かったですね。本当に。でもすごい。ヒカルもありがとう。うん、ありがとう。ということで、今週、東軍は2ポイント獲得で、今週は2ポイントということは、現在、東軍は 6.3 ポイント、うん、西軍は5ポイントになります。やった。以上、合戦タイムでした。それではここで1曲お届けします。この曲は、落ち込んでいる時とかに、背中を押してくれるような曲です。うんうん、AKB48 チーム8で、ヘナチョコサポート。ここからは、リスナーさんからいただいたお便りを紹介します。はい。じゃあ、ひーちゃんにお願いしたいと思います。はい。ペンネームの茨城在住さんからです。はい。チームメイトの皆さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。これから暑くなってきますよね。そこで質問なんですが、暑くなってきたら食べたくなる食べ物はありますか？あったらぜひ教えてください。ということです。何かある？暑くなったら、うん、私は、うんうん、そうめん。いいよね。そうめん。夏といえばね、うんうん、そうめんが好きかな。やっぱさっぱりしてて、ね、そうだよね。あれはもういくらでも食べれちゃうかな。ヒカルは何かある？うん、スイカですね、やっぱり。スイカ、スイカも、ね、もう夏限定じゃないですか。やっぱり夏にしか見られてないので、うん、旬のものをね。わかる、はい。スイカプププってやってみたい。え、種。あ、種ね。そう。種をプププってやりたい。ね、私は、うん、なんか暑いからこそ、暑いものっていうか辛いものがなんか食べるの好きだから、カレーとか、あーね。あ、なんかあとは、私意外と暑いけどおでん食べたりする。うんうん、え、やだやだやだ暑い時はおでんはやだな。なんか、そうやって代謝を上げたいとか、あとは、うなぎ、うん。あ、うなぎね。なんか、うなぎ食べるとすごいスタミナがつく感じがするから。ね、体力とか、うん。そうそう。元気になるよね、だから、うなぎが今は一番食べたいです。食べたい、うん、で、じゃあ続いて、ゆいちゃん。うん、じゃあ読みます。うん、続いては、うん、ペンネームポピヒロさんからいただきました。チームメイトの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。僕はポン酢大好き人間で、何にでもポン酢をかけれます。皆さんは好きな調味料は何ですか？なんだろう。私はあります。お、何？私お酢が大好きで、で、なんかね、例えばまあサンラータンとか食べるときはもちろんなんだけど、あの餃子食べるときもお醤油よりもお酢と胡椒で食べたり、あとはあの納豆とかもお酢入れて食べたり、本当に酢が大好きなんですよね。待って、ゆいも好き。あ、本当？なんかね、今の同じことしてるんだけど、本当？納豆に酢かけるとか。入れる？うん。本当？そうすると混ざりがすごい良くて、うん、そう、泡立つっていうかすごいね、うん、真っ白になる。そうそうそう、確かに。しょ、そうなんだ。そう、やってみて。ひかるんは納豆好き？納豆は好きです。あの単体じゃなければ。あ、うん、あのご飯と一緒にとかなら食べれるんです。そういうこと。なるほど。火は単体でも全然好きだな。うん、確かにね。納豆、納豆ね。あとは調味料なんか、ゆいちゃんは？調味料か。ヒカルある？なんかマヨネーズとかさ、ケチャップとかソースとか。お醤油。私は、お醤油？お醤油で。やっぱ日本の味。地域によって味が違うんですよね、お醤油って。甘めだったり。そうだよね。地域によって違うよね。うんうんうん。そっちは？はい、あの家のは甘いので。あ、そうだよね。はい。そう。うちのお父さんが、あの、石川県の人だから。あ、そうなんだ。そうそうそう。そうなんですよね。じゃあ、ひーちゃんも、うん、甘いの食べたりする？火は、でも醤油はあんまりかけないかも。あ、そうなんだ。うん。まずね。なんかしょっぱいって思っちゃうことが多い。あ、なるほどね。うん。酢派だもんね。そう。酸っぱい方が好き。ゆいちゃん。私は、うん、あのね、唐辛子の、あの、粉、なんて言うんだっけ。黄身とか。あ、そう、七味。七味好き。そう。好き？火、山椒も好き。あ、ゆいも好き。食べれない。あの、痺れる感じが好き。そうだね。家も好き。合いそうだね。うん、確かに、そうだね。うん。うんうん。そう、七味とか、
いっぱいかけるのが好き。もね。もうそれこそうなぎ食べるときは絶対山椒かける。うんうんうん。ヒカルはじゃあ苦手なんだ。山椒はまず食べたことがないです。あら、山椒、でもなかなか登場しないよね。まあ確かにね。ゆいもうなぎとかで山椒っていうイメージしかなかったな。うんうん、ね、大人の味。うん、だからね、まだヒカルはお子ちゃまですね。ああ、もう一応社会人です。ヒカルで何歳だっけ？あ、そっか。18歳です。18歳か。大学生のもう年、うん、そうです。そうだね。うわー、うわ、まだ永遠のなんか高校生たちが感じだから、ね、でもだんだんすごい大人っぽくさらになってきてて、うんうん、そうだよ ね、成長してる。そうだね、うん、ということでもう一枚いきますか。はい、じゃあもう一枚お願いします、うん、ペンネーム、長い、その地入りを愛する演じるなぎ推しの男さんからです、うん、チームメイトの皆様こんばんはです。こんばんは。こんばんは。質問ですが、皆様は大人になってここが変わったなと思うところはどこかありますでしょうか？未成年の場合は大人になったらどこを変えたいと思いますでしょうか？ですって。なるほどね。大人になったって感じる瞬間だよね。大人になって、うん、うん、そうだね。ヒーは、うん、嫌いだった食べ物を食べられるようになった時かな。え、何？あ、でも確かにわかります。わかる？わかります。何かあったの？なんかヒーはナスとか食べられなかったんだけど、すごい好きになったし、うん、あとはやっぱりからしとかわさびとかも、うん、そうで、なんか大人の味をわかるようになった。アイス、何？ブラックコーヒーも飲めるようになったし、うんうんうん、そういうとこかな。確かに、うん、あ、でもそういう食だったら、うんうん、私もアイスコーヒー、コーヒー、うんうん、ブラックコーヒーが一時期すごい好きになって、うんうん、ひーちゃんもブラックコーヒー飲むって言ってたけど、ね、さっき話したよね。そう、なんかね、それを本当にブラックコーヒーをずっと飲んでたの、うんうん、くらい好きで、うんうん、こう飲んでる自分に、あれ、なんかすごい大人って思って。そう、わかる。なんか、うんうん、そう、そこでちょっと、あ、ね、大人になったのかなって感じた。ヒカルはなんかある、うんうん、私もでも食べ物なんですけど、うん、なんか好みがだんだん渋くなっていきました。何が渋くなった？好み。好み、はい、例えば、食べたいものとかだと、なんかカレーの煮付けとか、なんか急になんかあれ、かなりそうだね、かなり渋いぞ。渋いね、18歳、うん、はい、なっちゃって。18歳じゃないね。他になんか渋いので好きなのある？でもなんかファンの方に言われたのは、うん、焼き鳥とかもタレとかより断然塩派で。ヒーも、ヒーも変わった。そう、タレだったけど塩のが好きになった。あ、そうです。そういうのを言うと渋いねって。確かにね。なんか、うん、ね、食でも変わるよね。そうね。あと日は奈良漬けとかも好きになった。奈良漬け、漬物とか。そうなんだ。ひーちゃん確かになんか勝手なイメージは、うんうん、いちご、餃子、お菓子食べてるイメージ。いちごと餃子はもう栃木だから。すごい適当だけど。すごい大きな括りだけど、うん、そのイメージだったけど、食にも、なんだろう、うん、気をつけるようになったし、ね、聞いて和食が好きになりました。全然変わったよね、うん、ガラッと。そう、ね、確かに食でも変わった。年取りました。ということでですね、ここでリモート出演をしてくれたヒカルンとはお別れになります。わー、早い早いね。ね、どうでしたかヒカルン？楽しかったです。ヒーもなんかこうやって3人でわちゃわちゃ話して楽しかった、うん、ね、なんか今日はいっぱいメールも読めたしね。そうだよね、うん、楽しかった。よかったです、うん、ありがとうヒカルン。ありがとうございました。あ、またね。バイバイ。バイバイ。それでは AKB48 チームメイト今夜は帰らないでは、リスナーの皆さんから番組への質問、相談、こんな企画やってほしいなどなど、たくさんのお便りもお待ちしてます。宛先は CBC の公式ホームページ hicbc.com の AKB48 チームメイト今夜は帰らないのページからメールが送れます。またサイン色紙を希望される方はメール本文の下に住所と本名を書いて送ってください。さて本日最後の曲です。この曲はですね、うん、この時期には梅雨がもう梅雨入りしてそうだよね、る頃かな、してるんじゃないかな、梅雨の真っ最中かなとも思うので、うんうん、この曲をおかけしたいと思います、はい、それでは聴いてください。 AKB48 でスコールの間に。お
届けしたのは AKB48 でスコールの間にでした。あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。はい、今週のサイン色紙の当選者は大阪府にお住まいのホピヒロさんに決定です。はい、はい、ホピヒロさんには私たちのサイン入り色紙を送らさせていただきます。うん、楽しみに待っていてください。待っててください。はい、そして最後に私たちからお知らせがあります。新番組乃木坂に越されました崖っぷち AKB48 の大逆襲仮かっこ仮が7月から放送予定です。ぜひ続報をお楽しみに。はい、そして毎年開催されてますが8月8日エイトの日、今年も開催することが決定したので、うん、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで今週の放送はここまでです。うん、終わっちゃった ねでも2週分こうやってなんかひいゆいでなんか久しぶりに、ね、嬉しい、たくさん話して楽しかった。ひいゆい覚えててくれたの？もちろん嬉しい。そうだよ、ひんゆい、ひんゆいってこう2人で関東のメンバーの中で2人だけがね、そう年が若くて一緒で、うん、若くてはちょっとこれ聞いた関東メンバーたくさんの人怒られちゃう、やばい聞かないで。そう、ひんゆいね、うん、そうそう、こうひーちゃんが覚えててくれて嬉しい。ありがとう、ありがとう。ということで2人で話できて楽しかったです。はい、来週は西軍の放送です。スタジオに熊本県代表の倉野成美ちゃんと沖縄県代表の宮里りらちゃん、そしてリモートで徳島県代表の春本由紀ちゃんが登場します。次回もお楽しみに。それでは来週も聞いてください。バイバーイ。